おはようございます。今回は大本線福島駅から米沢駅の区間を紹介します。こちらのホームには仙石線の205系がいました。検査が終わって仙台に戻る途中でしょうか。ここから乗車するのは7時14分発の米沢駅です。この時間は7時14分の後8時4分ですね。1時間置かないで米沢駅が連続してやってきます。この日は郡山から出発で福島駅での乗り換え時間は20分ほどあったんですけど、お手洗いと改札外のニューデイズに行ってたら結構ギリギリになってしまったので新しく乗車する羽目になりました。けど席は空いてますね。それでは福島駅を出発です。今回は青春ジャーチキップの難所動画で紹介した大本線の換算区間実際に乗車してみたという動画です。大本線の起点福島駅から山形県に入って米沢駅までの県境区間が大本線の再換算区間です。県境を通り抜ける列車は1日あたり12本6往復しかありません。朝夕に集中しているので日中は時間が空いてしまいます。米坂駅を出発すると列車は奥羽山脈越えに挑みます。ぐいぐいと高度を上げていく感覚が列車にしてはかなり分かりやすい区間ですね。トンネルを抜けるとそこは雪国だったというのは割と結構ありますよね。ちょうど反対側の車窓を取っていたみたいなんですけども、現在赤岩駅を通過中です。赤岩駅っていうのは2016年12月以降通年で全ての列車が通過となっている超絶スーパー秘境駅だったんですけども、これが2021年のダイヤ改正によってとうとう正式に廃止となってしまいました。マニア垂涎の駅なんですね。ちょうど反対側が赤岩駅なんですけど、すっかり忘れていました。まもなく板谷です。お出口は左側です。はい、ということで峠駅、有名な峠駅の一つ手前板谷駅で一旦ね途中下車しました。ここも峠駅と同じスノーシェッドにね覆われた駅なんですね。そしてぐるっと振り向くと向こうにスイッチバックなどが残っていますね。ここは昔はいくつものねスイッチバックを使って越えていた路線ということです。ここに昔ホームがあったんですかね。今の場所じゃなくて、ここがホームだったのかな？まあちょっとよくわかんないけど、スイッチバックを使って、この峠を昔は越えていたということです。このホームの真ん中に切り替えポイントがあるのって面白いですね。これどういう時に使うのかな？この昔そのスイッチバックしてた時の名残なんですかね。こんな感じで。ホームのね、途中にあるんですよ。だからやっぱりここは昔ホームじゃなかったってことなのかな？ずーっと、スイッチバックの方に行った。あそこに昔はホームがあったんですかね。どうなんだろう。こちらが板谷駅の時刻表です。すごいですね。ここにある以外に山形新幹線が何本もね、まあ、おおむね1時間に1本通過していきます。今この7時38分米沢駅っていうのでやってきて、次はこの8時29分で峠駅まで行きます。
本当は今、乗ってきた7時38分で峠まで行ってね、で、7時29分ので先に進もうと思ったんですけど、ちょっと急遽ね、予定を変更して、この板谷駅にも降りました。そうすると今度は、これは板谷駅の時刻表ですけど、8時29分で峠に移動して、次ね、これ13時15分ってことで、何時間？およそ5時間ですか。峠駅で5時間待たなくちゃいけない。ちょっと、はっと思い立って降りたけど、失敗だったかな。まあ、いっか。はい、ということで、急遽ですね、思い立って板谷駅で列車を降りたわけなんですけど、どうだろう、失敗だったかな。峠駅で5時間どうしようかな。一応なんか峠の茶屋っていうのがあってね、いわゆる力餅を販売してるところですよね。まあそこの店内で、お餅を食べたりすることもできるみたいなんですけど、まあ多分他にお客さんもいないでしょうからね、まあ5時間ずっと店の中でのんびりさせていただくことはできるんじゃないかなとは思うんですが、まあそれでも5時間ちょっと暇ですね、さすがにね。Wi-Fi とかあれば、まあいいんだけど、そんなんないだろうからね。まあいいでしょう、のんびりと。なかなかそういう風にのんびり過ごす時間もね、貴重ですからね。ちょっと峠駅でゆっくりしたいと思います。すごいですね、この駅。やっぱりね、面白いです。峠駅もこんな感じですよね。峠駅も降りたことはないんですけどね、今まで通過するだけだったんで、ちょっと楽しみにしています。福島方面の上り方向に行くには、この待合室をね、通るんですね。この待合室を通って行きます。すごいいいですね、山小屋風。昔ステーションビバーグって言ってね、駅で寝たりすることもできましたけど、まあもうちょっと今はね、そういうのご時世的にできなくなってしまいましたけど、こう開けると上り福島方面の方向です。下りの、米沢方面の方も先ほど渡った港南踏切をね、渡っていくんですけど、これ列車が来て港南踏切になっちゃうと、もう向こう渡れないんで、少し早めに行ってないとね、乗り過ごしてしまいますから、気をつけてください。いいなぁ、これ。一応この待合室駅ホームの手前にあるこちらの小さい建物、これはお手洗いになってます。ちゃんとね、お手洗いは用意されてるんですね。懐かしのっていうか、すごいですね、レトロを感じる。匂いもなかなか強烈です。お手洗いは小便器は空いてたんですけど、こっちの大便器の方がね、苦情がいただいております。一部の心ない方がマナーを守らない仕様っていうのはどういう感じの仕様なんですかね、ちょっとわかんないけど、使用停止になってしまってます、大便器の方ね。女性の方はだから用が足せないですよね。男性用の小便器しかないので。さあ、こっから昔のスイッチバックしていた跡です。いいですね。レールは剥がさないで置いてあるっていうのは何でしょう。なんか使うことがあるのかな、もしかしたら作業用の事業者なんかをここに退避させたりすることがあるんですかね。これもでも架線が引いてないですね。架線はもうこっちには向いてないんですけど、どうなん、事業者ってあれかな、ディーゼルなのかな、いろんなとこ行くから。この道が一応ね、出口なんですよね。ここでまたいで行くと、この先に県道、国道、あれでも雪が待ってるか、あそこどうなんだろう。ここに分岐ポイントがある。あの奥がやっぱりそうなんじゃないですか。なんとなく感じとしては、あの向こうに昔の駅があったような感じですよね。板谷駅。今は本線上にありますけど。あ、すごいな、これ。これ雪なかったら、ここの下も線路がね、見えたんですね、きっとね。ちょっとこれも今全然雪で埋もってて、全く何も見えないけど。
こんなとこにも道が一本、後で行ってみよう。ここで、これは何だろうな、県道よりもちっちゃい道かな。一応なんかお店もあるんだけど、やってるのかな。あ、こんなところに、板谷駅ってね、板谷駅300メーター。一応ここはお店はやってるのかな。まあ、誰か住んでる感じではありますね。左手のこの広場が、そうですね、なんかまだ建物が残ってるな、一応。これがやっぱり昔の板谷駅だったんでしょうね、これ。スイッチバックの奥入ったところなんですけど、ここは昔の板谷駅だと思われます。ちょっと雪があって入れないけど、ちょっともうこの先には入れないですね。でもこんなとこまで雪かきしてある、ちゃんとね。なんか使うのかな、ここも。さっきのこれ分岐点。こっち駅の方に向かう道も少しね、除雪されて飛んでる跡があるんですけど。ちょっと不思議な感じですね、これね。雪で埋もれて完全にもうレールが見えないけど、この河川柱だけ残ってるっていうのが不思議な感じです。あ、なんかいいね、これでもね。不思議な空間って感じだ。ほら、いろんな鉄道設備がね、完璧雪の下に埋まっちゃってますね。いいな、これ面白いな。これは何だ、信号の一種かな。こんなんも雪の下に埋まっちゃってます。すごくないですか。なんか不思議な光景ですよね、これね。もう鉄道が通らない後にこの河川柱だけがね残ってて、不思議な感じになっています。面白いな、これ。冬限定ですね。夏に比べこの下に残ってる線路がね、見れたと思うんで、ちょっと残念だな、夏の方が良かったなと思ったんですけど、いや、これは景色はね、なかなかいいですね。冬限定、もう電車が来ない、そんな哀愁がねすごく漂いますね。いい感じだ、これは。いや、いい感じでしたね。あの雪の中に埋もれた河川柱、冬ならではの景色です。これ夏に来ればその線路が残っててね、あの線路見えたと思ったんですけども、もしかしたらその線路夏見えてる状態だと立ち入り禁止かもしれないんでね、まあ、今冬の間も雪に漏れてるんでね、もうあのそういうのも関係なくなっちゃうんで、ザクザク歩けましたけど、もしかしたら夏はあそこは入れないかもしれないんで、まあ冬である意味良かったのかもしれませんね。さあ、ではもうちょっとね、板谷駅に戻りましょう。40分ぐらいの滞在時間だったんですけど、結構あっという間ですね。あの下りの米沢方面のホームは踏切になっちゃうと乗り過ごしちゃうんでね、ちょっと余裕を持って早めに行っておきましょう。この後峠駅でおよそ5時間待ちなんですけど、最悪この板谷駅であの踏切でね乗れなくなって、ここで5時間待ちになるともう目も当てられないですからね、ちょっとここは確実に乗れるようにね、少し早めに戻っておきます。はい、ということでおよそ50分の板駅滞在でしたけど、まあなんだかんだあっという間でしたね。スイッチバックの奥に昔の駅もあったんでね、あそこまで歩いていくと結構そこそこ時間がかかったので、まあちょうどいい滞在時間になりました。まあ、逆にそうですね、次の峠駅で本当は午前の普通列車の間の50分でっていうつもりだったんですけど、まあ、峠駅50分だとやっぱり峠の力持ちも食べてね、駅も観察してねっていうことだと全然多分時間足りないと思うんで、まあ5時間はちょっと長すぎると思うんだけど、まあここの板駅で急遽飛び降りてよかったんじゃないかなと思ってます。さあ、次はいよいよ峠駅に移動します。
はい、峠駅に到着しました。今峠の力持ちの売り子さんがもうこの電車の時間帯から営業されてたんですけど、聞いてみたらなんとねお店の方は冬はやってないそうです。ということでどうしましょう、5時間この峠駅で取り残されてしまいました。これは大変なことになったぞ。はい、ということで峠駅で降りたんですけどね、今ちょっとお話しした通り力持ちの売り子さんはもうこの8時台の電車から、営業されてねいたんですけど、なんと峠の茶屋は当期は営業してないということで、お店はやってないっていうことらしいですね。これは困ったな、5時間もどうしよう。お昼ご飯もそこで力持ちとねお蕎麦かなんかを食べようかなと思ってたんですけど、当てが外れました。どうしよう困ったとりあえず一回駅の外に出てみようと思います。ここもやはり構内踏切ね、これを渡って外に出るみたいです。こっちが米沢山形方面、左手こちらが福島方面はトンネルになってます。ここにお手洗いかな、これがね一応ねホームに、ちょっとした待合所がありましたけど、暖房は効いてないですね。ここに付近の観光案内、どっか行けるとこあるかなって、歩いては無理だよな。この奥行ったところに温泉がね、この湯葉温泉っていうところに行く途中に、おそらく日本で唯一道路のスイッチバックってのがあるんですよね。でもさすがにちょっと面白いこれ。峠駅から、滑川温泉かな、滑川温泉徒歩60分、そしてさらにこっちね、滑川温泉から宇和湯温泉まで徒歩90分、すごいですねこれはね、まあ、山登った人があれかな、降りてくるのにこの時間で降りてくるっていう感じかな。これでも5時間待ちだから、滑川温泉は行って帰ってこれるな、行ってお風呂入って帰ってこれるな。宇和湯温泉はさらに90分だから、片道2時間半、行って帰って5時間、行って帰るだけになりますね。まあ行くわけないけど。結構真剣にね、滑川温泉どうしようかな。だって5時間あるからね、往復2時間でも、まあ3時間余裕見て2時間温泉でゆっくりできるんでね、それはいいかなと思ったんですけど、まあ、そもそも温泉がやってんのかなっていうような疑問もあって、どうしたもんかと思ったんですけど、ここに答えがありました。各コースとも冬季期間は積雪のため通行できませんということで、行くことはできないみたいです、やっぱりね。ということで峠駅5時間決定です。さあそれではこの看板の先ね、ちょっと行ってみましょう。これもスイッチバックの跡なんですかね、おそらくそうですね。昔ここはスイッチバックだった。こっちが力持ちかな。とりあえず一旦直進してみましょうか。車が数台止めてありますね。何でしょうね、この車は。ちょっととりあえずこのまままっすぐ向こう側の方行ってみましょう。あ、こっちに線路が残ってますね。ここに線路が残って。面白い。このポイントがもう破壊されてますけど。すごいな。こんなのがまだ残ってるんですね。面白いですね。こんなところ歩く機会なかなかないですからね。こういう場所ならではですね。ここで途切れています。そして駐車場になっています。いや、でも今日晴れてるから良かったな。晴れてるし、気温、まあ気温はさすがにちょっとここまで来るとだいぶ低いんですけど、まあでも太陽は出てるし、風が今日はね、全然ないですからね。まあこの後もう少し時間が経てば、ポカポカしてくるんじゃないでしょうか。あっちにお店があるな。あっちにお店があって、こっちは何の道だろう。もうこれ以上はいけないかな。もしかしたら上から
山形米沢方面から来る新幹線を取れる場所なんかがあるかもしれないなと思ったんですけど、ちょっとこの道、これあれですね、今まだね結構固まってるんですけど、これそれこそ今日この後日が昇ってきたらぐっちゅぐちゅになりますね。ぐっちゅぐちゅになっちゃうからあんま行かない方がいいかな、これは。まあとりあえず今まだ固まってる間にちょっと様子を見てこよう。あ、向こうにやっぱりね駅の跡がありますね。ちょっと上から新幹線を見るっていうのはできないかもしれないけど、ほら、あれ昔の峠駅の跡じゃないですか。とりあえずちょっとじゃああそこを見に行っていきましょう。さあ、見えてまいりました。これはなんかでも奥にトンネルが見えるんですよね。スイッチバックで入ってきたこの奥に、ここはどうなんだろう。でもさっきのあのスノーシェットあったあたりがもしかしたらホームだったのかな。これは何ですかね。ここがでもやっぱりホームの跡なのかな。ちょっとわかんないな。さあ、先ほどのスイッチバックの奥に入ってくるとね、こんな場所がありました。ここが昔の峠駅の跡なのでしょうか。これはなんかでもさらにね、この向こうにトンネルが続いてるんですよ。昔のルートはこのトンネルを行ってたのかな。まあそこ今扉は閉まってますけどね、どうなんだろう。おー、すごい。これはここはどうなんだ、立ち入り禁止じゃないよな。ちょっと何も考えずに来たけど、別に特に立ち入り禁止とか看板とかはなかったね。普通に道もできてたんで入ってきちゃったんですけど、大丈夫なのかな、よくよく考えたら。まあでも看板も何もなかったですからね、道も普通についてたんで大丈夫だと思います。さあ、すごいですよこれね。でもこれはやっぱりなんだ、レールの2本分の幅しかないですからね、ここにホームがあった感じではないですよね。おー、すごい。あの行き先に扉が、こうまたポイントがあってね。すごいですね。いやー、これはいいな。峠駅も、何回かここ、通電車で通過したことは、あと、山形新幹線でね、通過したことはあるんですけど、実際に降りるのは今回が初めてで、こんなところがあったなんて知らなかったですけど、これは面白い。ここが行き止まりですね。これはやっぱり、なんだ、もともとこれ以上は掘ってない感じですかね。これ折り返しのための延長分のトンネルっていう感じでしょうか。ここが行き止まりです。おー、すごいな。なかなか面白いですね、これね。はい、再び駅の方に戻ってきました。そしてこちらにちらっと見えたね、力持ちのお店の方に行ってみましょう。まあ今日も、冬季の間は休業中っていうふうにね、聞いてるんで、やってないっていうことなんですけど、こちらですね。ここが力持ちのお店なんですけど、もう冬の間でお店はやってないということです。いやー、残念だな。まあここで力持ちいただいて、あとなんかお蕎麦なんかもね、やってるみたいなんで、それを食べればいいかなと思ってたんですけど、まさかの冬季休業中です。力持ちの販売自体は冬の間もやってるっていうふうにね、書いてあったんで、お店もやってんのかなと思ってたんですけど、残念ながらお店は冬季休業ということで、今後、訪れる予定のある方は気をつけてください。今ずっとちょっと奥の方まで歩いてきたんですけどね、やっぱり寒いわ。風ないとか言ってたけど、ちょっと風も吹いてきてね、やっぱりすごい冷たい風なんでね、ちょっときついですね。まあ峠も力持ちもやってないし、もうどうしようもないですよね。とりあえずあと4時間ぐらいなんですけど、もうあとは待ち合わせて待ってるしかないかな。ただ待合室は駅のホームにあるんでね、まあ、もちろん待合室にいれば風は入ってこないんですけど、スノーシートに覆われてるんで、今日が出てるんですけどね、この日が当たんないのがちょっとね、残念ですよね、この待合室だと。
まあでもとりあえず今ずっと外にいると風が冷たいんでね、一旦待合室でおとなしくしましょう。このスノーシェットは、現在の本線ではなくて、スイッチバックのね、引き込み線の方ですね。その部分のスノーシェットになります。これはまた別の角度から見ているんですけど、ここに入り口があったんですね、陶芸駅。これはスイッチバックの引き込み線、さっき歩いていたところです。で、ぐるっと振り向くと、こっちが本線、現在の陶芸駅のホームがある部分はこっちです。陶芸駅なんですけど、待合室の中でも一応、ボケちゃうか。4G、消えちゃった。4G、ちゃんとね、3G じゃなくて 4G が入りますからね。まあ、携帯あれば。私はちょっとね、ワイモバイルの安いプラン利用してて、あんまりデータ使えないんで、節約しないといけないんですけど。陶芸駅のニャンコ。2匹。首輪はしてないけどね、かなり肉付きがいいんで、今ではないですよね。おそらくね、誰かこの辺の人に飼われてる猫でしょうね。こんだけおデブちゃんですからね。これさっきまで出てなかったんですけどね、大本線の庭坂と板の間で倒木で、運休してるっていう、運転見合わせてる。これもさっき11時台の新幹線は、翼号ね、両方上下とも通過してったんで、本当についさっき起こったってことなんですよね。でも12時30分頃に復旧って、もう今12時30分過ぎてるんですけど、すごい早いですね、復旧がね。まあ、ありがたいんですけど。ただ、新幹線、遅れてどうなるんだろうな。私が乗る普通列車は、この、12時30分以降に福島を出発するんですけど、新幹線が遅れてると、これも遅れてくるかも。
米沢駅に到着しました、これで福島から米沢までですね、奥羽本線の、まあ、普通列車一番本数少ない区間を無事に通り抜けました。それではこの動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。